皆さんお久しぶりです。ドレミです。 KP1 グランプリ覚えてますか？芸人さんたちがパチンコで熱い戦いをしたトーナメント戦、まだご覧になっていない方はぜひ見てください。そして KP1 グランプリの覇者であるタイムキーパーさんにお越しいただきました。どうぞ。どうもどうも、タイムキーパーでーす。お願いします。覇者、覇者です。覇者です。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。いやありがたい、ありがとうございます。どうですか、反響ありましたでしょうか？はい、もう反響がもうすごいですよね。初めての優勝なんで、はい、もうそこから僕らはもう覇者、うん、覇者と呼ばれるもうパチンコ番組に呼ばれまくり、もう呼ばれまくりではないですけども、うん、まさかその、はい、正直そのここの仕事が入るとは思ってませんでした。私もだいぶ時間が空いたので、あの、はい、もう一回会えると思ってなくて、はい、そうなんです。結構テンション上がってます。いやそうめちゃくちゃ嬉しいですよ、本当に。今回は、はい、KP1 グランプリの特別編ということで、はいはい、KP1 グランプリの覇者であるタイムキーパーさん VS ドレミの出玉バトル、ガチンコですよ。ガチンコ出玉バトルということで、はい、負けた方には、はい、まあいつも通りなんですけど、モノボケを披露してもらう。ってことは勝てばドレミさんのモノボケが見れるということですね。そうですよ、だから皆さんの気持ちが分かる。そうですよね、はい、もう今まで僕らのモノボケを見て丸か×かをこの判定してた。大体でも丸でしたね。大体丸でした。めちゃくちゃ笑ってくれてました。そして今回は特別に8月9日にグランドオープンする、はい、こちらキコーナ天ヶ崎本店さんを、少しご紹介しながら歩いていきたいなと。じゃあオープンする前の。そうです。すげえ。まだグランドオープンされてないので、はい、導入されてない機種とかもあるんです。あ、そうなんですね。これまだ出てないやつですか？まだ出てないやつですよ。すげえ。これからこれからこれもこれ信頼ですね、ヤマトの。そうですね、ヤマトの。実際今日なんですけど打つ機種まだ決めてなくって。あ、そうなんですね。何がいいとかありますか？得意な機種とか。なんかでね、あ、はい、こっちもちなみにパチンココーナーなんですけど、まあ、めっちゃエヴァありますね。もうバッて目に入りましたね。すげえ。これからやっぱりこう力を入れていく、 大事に扱っている台っていうのは、はい、こういう大量導入されてる台っていうのが、あ、そういうことなんですね。稼働的にもつながるし、私のオカルトなんですけど、はい、あ、オカルトかい。いや、これちょっと、いや、ちょっとこれすごいっすね。でもちょっとね、この顔見ちゃったら、エヴァ見てそれ。すごい。これ何？これ見ちゃったらこれあのトイストーリーなの、バズライトイヤーが並んでるところの確かにあの、はい、スーパーじゃないけどスーパーのね、あのね、おもちゃ屋さんみたいな。ちょっとでも、ね、エヴァ並びで打てたら最高っす、うん、先ほど2フロア見てもらってパチンココーナー、はいはい、いや、すごかった。で隣にも、はい、あの別館であるんですよ、パチンコ館が。そうなんですか。でそちら合わせると760台、はいはい、でさらにこの上にスロットが、はい、スロットコーナーがあるんですけど、合わせるとなんと1000台。うわすげえ。山盛り。何これ。え、何これ。え、かっこいい。クラブやん。ちょっとせっかくなんで、うん、ちょっとこの照明でちょっとレミさんにこの台を説明しながら、あの向こうから歩いてきてもらおうという。いいですね、すごくいいですね。ちょっと見させていただきましょう。見させてもらおう。説明がおろそか。ちょっとおろそかになってしまう。犬屋舎だったりとか。うわすごい。鬼武者だったりとか。あーすごい。入ってるんですけど、はい、ここまだ電源入ってないんで、はい、こちらの方が電源パッとついた時に、あ、どうなるのか。どうなるのか。8月9日グランドオープンになります。駅近くなんですけど、はい、車でのご来店の方は、はい、ほとんどパーキングが近くに提携されているので、ね、ご安心を。よかった、提携されてるやつが、はい、おー、すげー、はい、よかったですね、僕らも行けます。さあ、では、はい、戦場へ移動しましょう、はい、行きましょう。じゃあ行きましょう。よっしゃ、楽しみ。よろしくお願いします。なんとしずちゃんが同時に来店ということで高大丈夫、願う感じの方がいいよ。早めの、なるほどな、早めを願う方がいい。怖い。なんかボタン押すかな。おお、やばいんじゃん。56、これは2番号じゃないのか。どうだったんだろう、2人は。お願いします。ええ、いい悪い。僕24番。え、アキラ様。
私56番。いや、そんな変わんないじゃん。いや、ほんまですか。ほんまに70え、これいけます、エヴァ並び。いや、並びはどうなんですかね、考えましょう。狙い台を、まあ番号がね、バラバラなんで、ちょっと狙い台を悟られないように、まあ、ちょっと私が縦横無尽に駆け回りまして拡散させていきたいと思います。で、ドラミさんが来るまで拡散させて、で、3人並びで狙った台に座りたいと。これめちゃくちゃ重要、私分散です。はい、お客さんを分散させられるようにしていきたいと思います。拡散やった意味わからない。さあ、拡散しますよ。あ、ほんまっすね。あ、こっちか。こっちか、こっちや。アキラが来そう。あ、アキラ来ましたね。アキラ来ました。来ましたよ。ここじゃないよ。あ、来ました、来ました。ドラミさん来た。いや、むずすぎるって、これ。あ、ドラミさん来た。やばいやばい。うわ、角だよ、俺。取りました。それではバトルスタート。おー、イエーイ。お、夕方。おっと、お、なんか今、トゥルルルルってなった。そういうやつ。夕方背景ですね。夕方背景は厚めですか。まだこれだけだと厚くないんですけど、ここからロンギヌス槍がね、バーンって来たりとかすると、槍が落ちてくるとね。おー、来た。おー、来た。おー、あるかも。これ、あるかも。目光ったらある。これだけではまだあれですけど、光った、また光って、今回の収納エグ。あ、黄色、リラックス出ました。あー、でも美里さん、あ、美咲はまだまだなんですか。美里さんはそうですね。美里さんか、はい、へえ、エグ今の。いや、これで当たったら最高。え、で、おお、レイハイキー、レイハイキー、早っ、 85%。 え、めっちゃ熱いやん。え、いっちゃうかも。いっちゃう、当たるんじゃん。エヴァってこういういきなりな感じがあるんですよ。すげえ。あ、シンジ君、シンジ君や。しかも警報、飛びで開いてますよ、アキラ。お前の好きな、おいおい、収納エグいやけ今回。え、いきなり、ちょっと声が聞こえずにね、バタバタしてる間に、バタバタしてる間にもしかしたらこれ当たるでしょう。いや、これカットインの AT フィールド全開、金ね、金色。あ、お願い、当たって当たって。いやー、これど、あー、あ、おー、いや、これはもう行くでしょ。 AT フィールド全開来るのか。うえー、当たったー、16回転、すげー。これが私の底力じゃい。さすがや、やばい、いきなり見せられた。さすがやん。え、マジすげー。さあ、あとはST 入れるか、うん、奇数を取るか。ここからも大事なんですね。へそからはね 59% で、込み込みで 70% 突入します 70%。 うわ、これすげえな。やっぱりちょっとスペックも説明する前に、確かに、あー、でもこっから時短。そうですね、残念ながら6だったけど、でも当たりました。はい、ここから100回の時短がもらえるので。100回の時短がいいんですよね、これ。で、今から100回の時短があって、そこで引き戻せば ST に突入します。なるほど。だからこの100回の時短は319分の1やね。そう、ちょっと当てるの早すぎでしたね。ちょっとね、いろいろなんか微調整をしてる間に、はい、あ、まさか、え、まさか入った。嘘、え、激アツ。これはもうですか。これはもうでしょ。すげえ。暴走？え？長っ、絶対当たるやん。むっちゃ長い、まさか。まさか、こんなのぐらいよ。え、これあんま見たことないんですけど、僕。長い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 。さ、さ、さが繋がってる、あそこ。いや、それはええやろ。そこ、そうそう。うん、その自体や。あ、なんか閉まった扉。あー、えぐい、絶対入ったやん。全回転、めっちゃええやん。これはもうですよ。これはもうなんや。一さんの恐ろしい暴走ボール。うそー、うおー、開いた、奥歯、歯がある、ちゃんと。その数字揃ったら暴走ボーナスって言って。なるほど、
さ、昔はね暴走モードって言って特格みたいな感じだったんですけども、はい、ボーナスがもらえます。あもうこの時点でボーナスなんや。1500玉、引き良すぎてあの番組になってない。その最後30分になったら、うん、どっちが先当たるかで 何千ポイントもらえるやつあるんですよね。そういうバラエティーじゃないです。いや俺らはそれで勝ってるもんな。いや今日はガチンコ勝負、私はシンジ君でいきます。僕も、はい、僕もガチンコでガチンコでそれやりたいです。3000ポイントはい。だから最後30分早引き対決ありますんで。いやもうダメダメ、はい、ちょっとまだ何の説明もしないですけど、ここから160回の ST になります。はい、はい、ここで当たった場合も全てオール10ラウンド。いや99分の1ですね。ただまあ駆け抜けることもあるんですけどね。なんかねもっとザワザワするのよ、いい時って。そうですね。おあーあーあーしかも残り回転数が赤になりました。当たりやん。これは大チャンスよ。これはもう、これはもうまでじゃないですけども大チャンス。あこれはもう言っときましょう。イスラフェル5点敗。これは当たったな。なんかね、この演出があっさりしてる感じがいいんですよね、はい、赤だったりとか。確かに、あんまいらんことしない感じが。そうそう、なんかもう金がいっぱい来てとかじゃなくて、はい、あ、レバー来ました、レバー。うわー、さあ、行きますよ。出ました。あー、カメラが動いた。うわカメラドレミさんはそんなことよりカメラの心配をしてます。ちょっとね今レバーがゴーン当たってましたね。ちょっとね、あ、ブルブルしてる。はい、やったー、これ。うわー、ええなー。これで10ラウンドゲッツ。なんか始まった。あ、危ない。これブルブルしてる。カメラブルブルブル。あ、緑。うわー、今回保留変化でもね、赤になったらマジだって、はい、あ、緑のままや、赤な。うわー、もうええわ。えぐいやん。もうええわ。何これ、7やん、しかも。いろんなん見せてこら。なんかおしゃれすぎますね。 おしゃれやったわ、うん、今のすげえ。あのレインボーの先読みプラス赤保留に最後になりましたね、はいはい、えぐっ。どんだけ俺らは自分らの台に集中するかになってくると思うで。いやそうそう、なるほど、うん、え、ちょっと俺らだって3人でドレミさんの台見てんねんから。そうほんまやな、うん、そう、確かにこっちを向いてあげないと。そう、ちゃんと素でるからちゃんと見てあげな、うん、なるほど。あー、ダメか。あー、あ、でもここで金シャッターとか来たら、へえ、残念。そうなんや。4連チャン4950ポイントで。いやいや十分や。なるほど。おお、ブルだった。お、ブルタバイブ来た。これ、え、ブルタ大チャンスマジ。ブルタブルったらえぐいよ。ブルったらえぐいよ。アキラさん、これいくよ。落ちますよ。変なタイミングだね。おい、ブルアキラいけるよこれ。来た来た、いいですね、ロンギルス。来た来た来た。さあ、ここからどんなのが見れますか。え、どうなる。さあ、あ、これ誰かによるってことですか。誰かによる。昨日、え、何、横回転したんで。横回転、横回転した。大当たり、ママ大当たり確定。逆に動いたんで、来たよ、来た。うわー、プレミア、金の文字、金の文字、すげえ。やったー、アキラさん、やばー。アキラ出せ。あ、で、出ますよ、シンジ君の。あ、ほんまや。私もなんか知らない間に緑保留になった。うわー、開いた。おお、危ない。もうこれは安心して見れるやつです。あ、楽しいやつですね、もう。嬉しいな。ちょっとええなー。中断して2回転。いきなり来ましたね。いきなり来た。142回転。さあさあさあ、横回転というかあれか、もともとはい、もう白だったんで普通、はい、リラックスで金なのに。あー、はいはいはい。イエーイ。さあ、確変入れ、確変。奇数やった、確変やで。え、これ右打たなくて大丈夫ですか。赤で止まれ、赤で。右、右打ちですか。右打ちです。あ、やります。めくれよ、めくれてくれ。あ、まだ右打ちって出たらなんですけど。なるほど。とりあえず時短。そうですね、今終わりました、多分僕のあれ。じゃあまたすぐ当てるのを待って。
はい、はい、なんか、あずつさんのない、よう刺さるわ。や、槍はすごい来るんだけど、はい、槍だけ、槍は結構来てんねや、のりこ、もう槍だけ来てる、他何にも来てない、何にも、長い長い、あ、なんやなんや、なんかあれよ、あ、でも大きいですね、図柄、大きいのいいっすか、うん、チャンスですね、おーっと、出た、礼拝系出ました、やったぜ、当たった、イエーイ、いや、まだ当たりでとは決まってないんですけど、俺が見たいやつ、激アツ絶対当てる、これはもう僕当てます、これはちょっとさすがにね、はい、これマジで当てる、だって僕は今日、うん、これを見に来ましたから、まあ、ごめんなさい、私が先に出したけど、うん、ほんまに、でも全然、ほんまに全然あるある、あ、もちろんある、いけー、ノリコ、よし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 、頼むわ、頼むで、これで当たらんのとかありそうでももしこれあの当たったらみんな早い、当たりが、いや、ほんまにそうなんすね、さあ AT フィールド全開になってください、これはなんかプルルプルルプルルルって言ってますね、うん、プルルになってますねなんか当たりそうな音に聞こえるんですね、これがなんか調子がすごい悪いね、プルルプル、でももう声が聞こえるだけ、まあそうですね、うん、僕は何も気になってません、あれどないどない、白いよ白いよ、頼む頼むよ、オッケー、当たりました、オッケー、いや涼しい風来てます、あ、そうなんや、すごい、でもみんなすごくないですか、ねえ、みんなめっちゃ早い、楽勝楽勝、ね、だからここからのりこは今からが大事なんですよね、今からが大事だけど、もうその僕絶対これで確変入る、あ、もう入んねえ、 やって思ってるだけだって2人入らんかったもんってことは俺入るやん、確かに確かに絶対入るな、順番的には入れ入れ入れろ、とりあえず入ってはいない、ここからね、チラッとしか見えないんですけど、はい、でもここから変わることもあるし、変われ、うん、変われ、ここからどう、まあもうないもうないですか、あります、この後に、あのそうか、うん、でもそれでなったことが私はなくて、入りませんでした、いやでもみんな、はい、あのここで引き戻すのが大事、これマジで引き戻したい、これはきついか、あ、さらっとあかんかった、でもエヴァンゲリオンって結構、はい、その演出がシンプルで割と静かなんですよ、はいはいはい、長い、静かな方なんですね、長いよ、長い、来た、え、引き戻した、来たよ、来た、これ当たり、まだ、あ、これ来ましたね、これ来ましたね、長かったもん、あー、当たりー、マジ、えぐい、何回転で引き戻したんですか、何回転で、23回転、おー、すげー、よっしゃ、これ私と一緒じゃない、そうですね、外れて、長かったんすよ、うん、ちょっと、あの、図柄が揃ってたのかな、あの、暴走の図柄が、ちょっとわかんないっす、あ、そうそうそう、暴走、涼しい、すご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 い、いいよ、行け、行きました、すげーな、また開いとるやん、開いとるよ、食われるぞ赤い炎、赤い炎、オッケー、赤い炎、当たった、当たり、いいな、あ、ちょっと待って、お、あ、でも違う、これは来ないかもしれない、来ないかもしれないし、来るかもしれないどうだ、来い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 、一応この周りがね、あ、めっちゃ来そうやなだからこっからどんどんそのドレミさんがイライラしてくる可能性があるから、アキラ、タキヤさんってことですよ、そう、ただね、私あんまり人が出してることに対してイライラしないタイプなんですよ、マジっすか、うん、だってさっきも喜んでくれてましたもん、なんかそのパチンコが好きだから、人が楽しそうにパチンコ打ってるともうテンション上がってくるんですよ、あ、争わなくていいんですよ、うん、だからもうさ、争いたくないから、はい、仮に、なんか私が負けたとしたら、はい、3人でやろ、もう、そうっすね、あの、モノボケもさ、そうですね、もう、そうしよう、そうしよう、ちょっと待って、争いで良くない、争いよくない、そうしよう、そうしよう、
今え、ちゃうで、今ドレミさん言った意味分かった、アキラ。え、ドレミさんが負けたら3人でやろうって言ってたんで、モノボケね。いやいやいや、え、僕らが負けてもドレミさんやるでしょ。いや、だからそれぐらいの気持ちで。それ何がおもろいねん。それぐらいの気持ちで。どっちにしろ3人でやるの何がおもろい。オッケーオッケー、騒がしいやつやな、あいつ。なんだかんだ言ってるうちに私、シンジ君のリーチ。ほんまや。おー、開いた。これだけじゃね、難しいですけど。あ、ちなみにドレミさんが負けたらモノボケはドレミさん一人でやってもらいますから。え、それだけ、それだけはっきりお伝えしておきます。仲良くね。僕は本気でお願いされたら一緒にやります。やる、アキラさんとやろう。ほら、はい、勝手に2人でやっといてください。でもめちゃめちゃ早い。当たりが早い、めっちゃ早い。え、めっちゃいいんちゃう、のりひこ。めっちゃいいんちゃう。ねえ、もうじき、ああ、もうじきドレミさんを超えますよ、多分。え、しかもさ、オッケー、これストップできない。ホリューレン、ホリューレン、ホリューレン。え、これってでも、はい、2人の平均でしたよね、確か。ほんまや。確か、確かだけど。だから、アキラマジでお前も当てない、やばい。そうじゃん、アキラさんの分。だからみんなが当ててても、僕が当てても結局それの半分ぐらいってことになるんですかね。ですよね。 KP1 の時もそうでしたもんね、はい、使った分が。そうです、そうです、そうです。大体俺もう4000玉あるから。あ、もう、勝ちやん。いや、でも私まだ3000玉あって。そうやね、めっちゃあるやん。そんなに使ってないし、今から木村さんみたいに微調整します。木村バンドさんみたいに。うまいこと玉を操る。1球1球で、1球1球。これマジ止まらんパターンちゃん。やばいやばい。おもろい、おもろい。むっちゃおもろそう。いいな、当てたい。この最新のエヴァしか知らないんですよ。ああ、なるほど。昔のやつは知らないってことですね。そうだ、昔のやつもめっちゃおもろかったって聞くんで、うん、昔はでも、はい、海みたいに核変ループタイプで、はい、要は赤を引いたら、はい、次までみたいな。あ、はいはいはい、パターンだったんですよ。あ、そうなんですね。でそこからいろいろあって ST も出たんだけど、あんまり波に乗れなくて、今やっとまた。あ、そうなんすね。昔の面白さと当たりました。すごいやん。ごめんなさい、喋ってる時に。ドレミさん、ごめんなさい。ドレミさんの説明をフル無視しました、今、うん。あ、ちょっと待って、これ発展したら激アツですよ。あ、やばい、ほんまや。あ、でも熱い。どういう風に言ったのか見てなかったけど今。確かに。でも発展しない。あ、しないんや。ことのが多い。多いんや。あ、確かにこのままシュンとなりそう。どうだ。あ、大きな。おお、やばい、これ当たるやん。まだ 70% ぐらいありますよ。すげえ。最終号機のリーチ。ただ僕一番最近これで外してますので。まあこれね、結構外れる、はい、正直。へえ、めっちゃ熱そうやのに。だけど今発展すると思わなかったというか、確かに見てなかった。やっぱよそ見がいいんですね。よそ見だほう。よそ見だほうや、うん、なるほど、そうでしたか。よそ見で当たりましたよ。マジかよ。ドレミさん、僕よそ見して当たりました。うるさい、うるさい、うるさい。ナイス、ナイス。これちょっとなんか、いや、危険な匂いがするけど頼む。確かに。いや、でも全然、はい、おい、うわ、これ重い、な、すごいな、これ普通に映像としてめっちゃいい映像。なんか、確かに。かっこいいですよね、はい、すいません。フルローなくなった。すごいな。いや、すごいよ。すっげー。当たった。当たった当たりました。289回転。マジかよ。持ち玉です。やばい。だる。それはだるい。これ初め、50% 引けてなかった、50% じゃない、確変引けなかったんで、はい、次こそ、へそでのね。確かに今のところ誰も引いてないですからね。誰も引いてない、初めから。こい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 。あーど、あーなんか、ならんか。なかなか行かないですね、はい、やっぱここじゃなかなか行かんな。いや、行くんですよ、結構行くときは行くんだけど。いや、そうっすよね。おーっと、うわはは、7点敗。すげえな。いや、もう完全にいい流れ。ノリノリの時だ。止まらんのちゃん、うん、ノリノリ止まらん。オッケー。
俺も台が当たったみたいな錯覚で、お、一緒こ、オッケー。なんか今日はちょっとレベルが高くて、いや確かに焦っちゃうけど、あ、パー、これもありそう、ありそう、これは行くやつだ、もう赤堀流、あー、えぐい、あー、もう、あ、もう絶対いけるやん、もうこれは絶対いけるやつ、おもろすぎるやろエヴァおもろすぎやろ。いやもう こうなるとエヴァおもろすぎってなる、やばいって。ここからはもうこの紫のこの人の顔で何も見えないんですよ ね見えないからね、ずっと、うん、そうなんですよね。マジで YouTube 上がった見て見よう、オッケー。あの本当にルパンの時の安土さんって感じ、あーあの時のね、もう終わらんだろうみたいな。だから滝谷さんが横で打ってなくても滝谷さんがそこにおったら多分俺殴られてる、ほんまやな。ナリアを保留、この時短の時のそのおお、ちょっと待って、わかんないよこれ。この警戒の赤はそんなに熱くないけど、でもチャンスですよ、そうですよね、ここで赤保留来るのは警戒レッド。いやなんか3点敗でこれでかい、確かにありそう。ここでシンクロ、いいですね。ちょっとこれ熱い、まだこれは引き戻すんじゃん。 いや引き戻すんじゃん、ほんまになんか良さそうな、はい、わかりました。いいですよ。さあここからなんかめっちゃ熱いわけじゃない感じなんですかね。でもいやでももう行くんじゃないですか。あ、マジっすか。あーでも赤ですね。赤い。よそ見で当たれ。さあこれ、いやどうなんや。さあもう一回ここで、うわー、うわー、うわー、すげー、狂った、やばい、やっうまパチンコ、うま、気持ちよさそうやった。引き戻し、引き戻し、引き戻し、引き戻し。俺全然まだ楽しくない。私が言った、3、やばい、何も来ない。お、緑、お、赤、とりあえず赤が降りてました。うわー、おー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 、ブルった。いや、ブルってないです。赤演出、ここも赤、チャンス来ました。あー、もうあたり、入ったか。ここでなんか6って嫌ですよね。確かに気持ち悪いですね。奇数がいい。やばい、終わる。ここで決めて、頼む。よっしゃ、すげー、やられた。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、やられた、すげー、やったー、やばい、やばいよ、やばいよ。当たれ、こっから当たれ。いやでもよかった。なんかそれ、これが来るまですごい静かだったから。いやー、行かれた、終わりました。いやでも結構9連で、あ、満発、満発出てます。満発超えてる。さあどうなる。いやこれはちょっと、あー、やばい、終わる。引けてるのにな、残念ながら3連チャンで終了です。悔しい。ドレミさんずっと持ち玉で当て続けてますよね。いやでももったい、ちょっと待って、人海拳引いた、やばい、残保留で、残保留や、見たいやつ全部見せてくれるやん、残保留で、残保留で、うーっ、やった。これ当たった、これノリさん、これ当たり、これ当たり、これは気持ちいい、これはやばいね。
やっぱちょっとドレミさんやから喜んでまうな、うん、いやすごいなんか ね、 いいっすね、この3連で終わっちゃって、ほんまやな、いやすごい、やっぱちゃんと思いが伝わってるんですよ台に、うん、ですかね、この普段と違ってこう台にこうなってないからかもしれない、なんかふわふわして、ね、今日なんか妙にふわふわしてるんですよ、美しい、美しいですね、わあ全部が回ってる、全部が同じ位置で並んでるっていう旋回転、どこで止まっても当たり、最高、これがこの映像がすごいな、163回転の3の部分ですもんね、そうたまらなかった今のは、いやこれは続きそうやな、これされたら、しかも今日は初のこうね営業しているお店で、いやそうなんですよ、やれてますから、あ赤なった、もうこれ入ったやん、しかもこれはいやーええなー、さっきの僕を見てるみたいです、いやもう本当にねこういう感じでサクサクね、あーでも敵はちょっとね、うん、厳しいやつですけど、えデルエル、あちょっとあれなんですか、うん、あーボタンやどうなるか、ほいーええないやアキラマジ頼むで、俺もうその槍1時間ぐらい見てないんちゃうかなうわぁ緑保留が先に赤になっちゃえ、うわぁ赤になった、うわぁ何これ、ロンギヌス、うわはい、もうどうせ当たります、さあレバーですよ、あー入った、あー、気持ちいい、ボタンを押して図柄を揃えろ、こう時間内に、なるほど、いけいけいけ、当たる当たる当たる当たったどう、気持ちいい、おいアキラすげえ、お前の当たりちゃうぞこれ、いやーすげえ、俺ら負けるってマジで、うわーブルブルしてる俺のもブルって、たまらんなー、おーはーちょーカートエグい、またやまたなんか刺さってるやん、エグい、もらいました、やばいマジでさっきの俺や、さあイエス、うわいやたまらん、いけ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 、どうなる、ああどうなる、うわ入った、もうええで、もうええって、ドレミさんもうええって、やめてやめて、もういいもういい、ほんまにもうええって、うん、もう十分、いやいややっぱりそこはね出せるところまで出しましょうよ、保留変化保留変化、おでもまたなんか、あーどっちなんか、あ赤やさん、うわー入った、えぐい、もうええて、あー綺麗ですね、綺麗やった文字、ピンピカピンピンです、また全回転いただけました、ええて、はーいはーいはーい、ドレミさん上機嫌や、いやこれで上機嫌にならない人いないでしょだって残り17回転と15回転 で、 確かにな、でちょっともうあのさすがにねちょっと差がつきすぎて2人でこう割らなきゃいけないじゃないですか、はい、私1人なんで、はい、この私 ST、まあ、いつ終わるか分かんないけど、はい、消化中に、はい、お二人が当たった場合は、はい、ポイント2倍でいいですよ、えぐい、もうあざーす、なめてますん、いやいやもうそれぐらいしないと、そんな噛みつける、あらざーすや、これはもうじゃあ私もあらざーすや、おいいでしょ、あー当たった、これはちょっとよしよしよし、あーでも緑、あ、赤の、お前これ、何これ、このチャンス、おしゃれなチャンスなんですけど、はい、これだけでもだいぶ熱いです、あ、そうなんですか、おしゃれチャンス、あ、刺さった、赤保留、うわええー、なー、あんなに大変だったのに、急にあっさり激アツくるんだみたいな、確かに、いやー、当たりました、102回転、危なかった、あ、アキラさんの方に、赤、あ、煽り、ちょっと、あ、しかも赤からの槍の煽りが来てる、マジですか、頼む、動け、槍来ますよ、刺され、ほら、いやー久々ー、刺さって、こっから来い、アキラ頼む、チャンス、おう出ました、
何これ、お赤文字よ、赤文字よ、緑保留になった、まだまだ足りないよ、さあどうなるか、いやちょっと足りひんな、ちょっと足りないですか、うん、ただ赤、僕もあのほとんど兄弟で見えてないんで、右下のテンパイの数字のとこくらいしか見えてないです、あ確かにそうです、あでも、はい、赤テロップで、赤テロップチャンスは来てます、お2個いった、頼む来い、あ赤文字、赤文字出てますよ、さあ AT フィールド来い、金、ああでもあるよ、全然あるよ、うわーないか、やばい、あでもおあおあもう何今の、あでもドック、青ドック、あるあるあー、頼む頼む、終わる、青ドック、あここはあなんかなんとも言えないやつですね、いやまだ分かんない、あーうわー刺さった、刺さった、7点です、おもろい、すごいやん、よしよしよし、延命した、綺麗なレインボー、延命しましたよ、いやすごいですね、もうドレミさんが止まんないですね、いやもうあとちょっとで終わりだった、いやマジで残り4とかでしょ、4でしたね、やばいよ、やばっ、おー入った予告来てる、えぐ最高やん、もう全部見せてくれるやん全部見せてる、たまんないサービスサービス、すげーサービスサービス、この次回予告てかの入り方もたまんない、あーもう急にね、うん、おー当たった、だる見てなかったとこで、もう何でもありよ、やばいってドレミさん、やばい、あーもうこれはやばい、終わる、さすがに無理か、やばい、ゼロラスト、ここでね、いやでも12連チャン、すげー、1万8030ポイント獲得で、いやーえぐい、終了です、あとまだ3回ありますからねさっきのあのね前回、はい、いやちょっと待って、すごかったな、いやー強い、いやー終わりましたね、ドレミさん強いわ終わりましたね、お疲れ様でした。でした。いやー、いやー申し訳ないです。圧勝でした。大人げな。はい。で、お二人覚えてますか。何ですか。負けた方は。覚えてません。いやいや、負けた方は。ありがとうございました。ほら、今日は1日。今回のお題はバトラーくんです。バトラーくん。バトラーくん。僕らは負けたことないんで、あの KP1 で。モノボケやってない、やってない、一回もやってない、あのタックチャンスで、タックチャンスで一回やって、ノリク一回やってるわ、そうタイムキーパーさんのバトラーくんモノボケまで、はい、3、2、1、はい、はい、よし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 、あら行くね行くね、はい高い高い、あ高い高いね、はい高い高い、はい、な高い高い、はい低い低い、はい低い低い、はい、右右右、見たことないです、はい左左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 左斜め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 下下下斜め下下下、全方向やると喜んでくれたかな以上、うん多分多分終わってる、お願いします、はい、ああおはようございます、おはようございます、お久しぶりです、おはようございます、あの空気階段のもぐらさんですよね、うん確かにアロハシャツ着てるけど、一緒に初めて打てたじゃないですか、いやそうですね、なんかすごく幸せでした最後こういう風に締められて無理やりフォローしてくれてる、いやいや全然そのなんかもう会えないかと思ってたじゃないですか、いやそうですね確かにね、すごく楽しい一日になりまし た, した。またこういう大会があったりね、またやりたいですね。機会があったらもうとっても嬉しいです。ぜひ一からやり直させてください。もう一回王者ならせてください。もう一回ね。最後私ボスみたいな感じでやりたいですよね。それでは、はい、KP1 特別編ということでこちらで、はい終了となります、はい。またどこかでお会いしましょう。お会いしましょう。それでは
さよなら。ありがとうございました。